はい、スタート。ガッチャンです。マミです。ヨッシーです。マリです。今日はですね、突然あの来客者があったので、動画を撮ってます。テイク2というか、また載せるかどうかわかんない動画ですけども、第2弾は、花火。長岡はね、花火が有名で、花火師がどうしてもみたいな花火大会1位に毎年なるという、あの、隠れた情報を最近入手したんですね。まあ、その中で、あの、花火にまつわる思い出をちょっと話していきたいと思うんですが、そう、よし、花火にまつわるというと、よし、ほら、柏崎の花火、みんな、そう、長岡、新潟県の三大花火というと、長岡、柏崎、片貝と言われてて、あの、柏崎の花火も、あの、海に向かってね、見る花火で、とっても有名なんですよ。そう。で、この中でじゃあ、あの、柏崎の花火を、見たことある人？私も、私初めて。よしは、実は私ね、見たことないんですけど。そう。すいません。ごめんなさい。初めて。長岡市の三大花火というと、長岡市の中の三大花火というと、土地を、寺泊まり、え、長岡市の花火ということになっているんですが、はい。寺泊まりの花火を見たことある人？はい。ない。ない。ない。あら、残念ねそう。あそこに、ね、山が近いからすごい音するよね。ドーンドーンみたいな。寺泊まり知ってる？水中花火。寺泊まり分かる。海でしょ？そうそう。うん、なんで山も？すぐだ、山やで、ね。背高山。え、寺泊まり？うん。すぐ山はもう、海岸のチームがわけも山だよ。すみません、部外者が来てます。そう。お時間がなさすぎる。まあ、しょうがない。まあ、人間じゃないんでね。じゃあ、長岡の三大花火の、途中の花火を見たことある人。土地をね、土地もないですね。あの、土地はですね、あの、山の中にある、あの、非常に古い町で、あの、古いね、京都の文化も残ってるような、あの、綺麗なところでね、あの、すごく、あの、岩沢とはまた違った、その、畑とかでいいな、ちゃんと。ここでも花火があって、あの、その花火が、ね、山で描けるんで、あの、海とは違って、ただ、火が持ってね、どん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 してあげたら、また残念ながらもういない。あ、もういないの？そこは。あ、そっかそっか、それは残念だね。もう一回来てもらってね。寺の前に来たのそっかそっか、まあ、そんなわけで、あの、花火の思い出というとなんですが、あの、まあ、時間も時間なんで、いきなり下ネタから行こうと思うんですがね、まあね、あの、時間も時間ですからね、下ネタが苦手な人もいますけどね下ネタってやった瞬間、おいみたいなまあ、長岡市の花火というとですね、あの、実はこんな時計がありまして、あのですね、8月に行われるんですけど、そう、9、10、11、12、13、14、15、だから9、10、11、12、1、2、3、4、5、6月に長岡市は実は出産が一番多いんですね。うん、出産が、長岡市、よし、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6月その頃の、あの、私の中学校にはあったんですけど、そういうのってありました？え、ないよね。うちは新潟の高校だったから、うん、浜からなんか男女がこう、あの、松林から出てくると、エッチ臭い人あ、もうバレちゃう。バレちゃう。林から出てくるとバレるみたいな。ああ、なるほどね。柏崎はどうなの？
そうね、あの花火の日に、うん、あのそういう行為を初めてやるって多いって。海っていうか、海沿いだから、あの通りを昔の人はアベック通りって言ったんだ。アベック通り、ああ、なるほどね。懐かしい。懐かしい。行かしてたの本当は。アベック通りって言ったの？アベック通りって言ったの？食べに漏れず私も初めてその花火の日でしたけどね。8月3日でしたね。はい。そう。あの腰して花火の音を聞きながらみたいな、まあそんなこともありましたが、花火にまつ腰いや当時腰の彼女と付き合ってたんだもんしょうがないじゃない。お父さんお母さんは花火を見に行ってる、そう娘は家で初エッチみたいなまあ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 、まあ、あるあるだよね。まああるあるだよね、世の中。まあそういうことはまあいろいろありますわね。そうそう。で、まあそういうエッチのトラブルもまあただあるでしょうけども、まあエッチの話がちょっと抜けでして、お酒を飲んだトラブルも結構ありません、花火って。なんかない？お酒で花火の日に失敗しちゃったみたいな。そう、まあそんなわけで花火の日っていうのはよく外で寝れる日というような勝手な妄想があるんですが、はい、まあそんなふうなお酒にまつわる失敗みんなない？うん、もう一個私なんだっけ大阪に行く寝台特急があったときに、うんうん、私は大阪に行くので乗ってたんだけど、うんうん、夜遅くに出るから、うん、柏崎方面の方が新潟の飲み会に出て、うん、帰るのによく柏崎の人が乗ってて、うん、でも降り忘れちゃって大阪行っちゃった人がいたちょっと待ってなんか私が大阪に行った日にうち、そうそう、それあの、飲みすぎてんの、それで、大阪も、そうそう、うん、それでうちの、そうそう、うちの主人がその日に、ああ、ちょっと、そう、飲み会で、そう気がついたら、まだ山手線の中で、あれって言葉あったし、往復する電車で東京結構あるのね。そう、あるある。そう、乗って、寝ちゃって、気がついたらまた同じ駅。いたよ横浜と東京行ったり来たりとか。そう、まあ、そういう失敗はね、数限りないんですけども、酔っ払って外で寝ちゃったとか、そういう経験ないですか？そうなの？ない。みんなまとまらねえ。そうなんだ。いや、私はね、近年の失敗だとね、去年の10月ぐらいにね、大手通りでの、カラオケボックスの前で寝ててさ、去年、警察官に越されて、と、タクシーの代わりに、タクシーの代わりに、パトうるさいよどうでもいいくだらない話を、また突然来た人と一緒に動画を撮って、YouTube に流してみたいと思っています。はい。でですね、これね、特殊なカメラとか撮ってるわけじゃなくて、Zoom でロケコーチングしてるだけなんで、まあ、音が悪かったりするのは勘弁してください。まあ、そんなわけで、さっきの、すごいね、そう。じゃあ、今日は、ありがとうございました。ガッチャンでした。ナミでした。ヨッシーです。マリーです。ありがとうございました。